会見は、松本清長の短編小説。小説新潮1978年2月号に、清長短編新集第2話として掲載され、1979年12月に短編集、インカの飾り収録の一作として、新潮社より刊行された。雑誌掲載時の題は、犬。1986年にテレビドラマ化されている。山崎努による、 朗読 CD が2001年に新庁舎より発売された。京橋近くの会席料理店で会計係を務めているおみよさんは小さい時から犬が好きで今もサブと名付けた芝犬を飼っている。サブは敏感でよく家の外の物音や足音に耳を立て吠え立てた。ある時真夜中におみよさんの家の前を通る男の靴音が5ヶ月くらい続いた。 最初のうちその度に吠えていたサブが次第に静かになってきた頃、家からそれほど遠くない場所で主婦が殺される事件が起こった。ところが、その事件以来夜の靴音がぴったりと耐えてしまう。犯人の仕返しを恐れて警察への届け出をためらうおみよさんだったが、意外なところから犯人はおみよさんに接近してきた。1986年5月26日、 関西テレビ制作、富士テレビ系列にて、松本成長サスペンスインカの飾りの一作として、放映。視聴率15.5%。ありがとうございます。